エクスカリボー。どうも皆さんこんにちは、田中裕二です。今回の動画は主に小学生、中学生、高校生、ここら辺の層に、お伝えしたい教習所で絶対にやってはいけないことという感じでお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。今小学生、中学生、高校生という話をしましたが、別にマスターズの方や大学生、まあ日本選手権に出るようなトップレベルのスイマーの方でももしかしたらあるかもしれない、水泳界ではよくあるある、あのいじりのネタの対象になる一つの質問、これ招集所で絶対に起こるんですけど、この質問だけはやめましょうというのをお伝えしております。それが何かと言いますと、こちら、お前ベスト何秒、お前ベスト何秒っていう質問、これをするのは絶対にやめましょう。この質問したところで、あなたのベストは速くなるわけでもないし、聞かれた方のベストが速くなるわけでもないし、誰一人得をしないこの良くない質問、ただ自分が安心したいだけの質問なんで、本当に水泳界ではもうめちゃめちゃあるあるだと思うんですけど、この質問だけは絶対にしないようにしましょう。自分のレースにしっかり集中できるように、そして隣の相手、戦う相手たちがベストパフォーマンスを出せるように、まあ、応援するわけじゃないですけど、まあ、決して邪魔をしないように、前ベスト何秒、この質問だけはこれからレースに出るときは絶対にしないようにしてください。まあ、このね、風潮が少しでもなくなって水泳界が良くなってくれれば、僕もまあいいんじゃないかなと思います。別に教育者でも何でもないんですけど、この質問する意味っていうのがもう昔から疑問ではあったんで、僕は聞いたことはないですけど、聞かれたことは多々あります。はい、もうで何ってね、思うじゃないですか。うん、聞いて何、あんたは早くな、何って、もう本当何ってですよ。うん、眉毛上がっちゃう、何はってなるような質問なんで、この質問だけはもうこれから今後一切しないように、そしてこの動画を見た人たちがもう、あ、これって恥ずかしい質問なんだ、もう絶対にしないぞと心に留めて、レースの時は自分のレースに集中してもらえれば、この動画は意味があるものになりますんで、この質問はもうこれからしないようにしてください。はい、今日はこんな感じの動画をお送りしました。水泳あるある、ちょっとね、いろいろ発信できたらなと思うんで、こんなあるあるあるぞって思ったら DM 送ってもらえればと思います。じゃあいつものいきますよ。各種 SNS、Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、そして LINE 公式、こちらの方から、DM お待ちしてます。 DM じゃなくてもね、普通に投稿に対してコメント欄でもいいんでお待ちしてますんで、ぜひ水泳あるあるだったり、こんな動画出してほしいぞというのがありましたらください。はい、今日は早口でやってみました。皆さんの貴重な1分1秒をなるべく使わせないように、これからは僕はちょっと早口でトークをしていきたいので、まあこの動画がいいぞと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録、そしてエクスカリバーの応援をよろしくお願いします。そしたら次の動画でお会いしましょう。バイバイじゃない、エクスカリバー。